六条、お前はもう万天の忍びなんだぞ。神羅万象の暴走を抑えるためにもまずは心身を鍛錬しないと。あ、ちゃんと人の話を聞け。先生。お、上か。神羅万象、お前を見極めさせてもらう。あっ、僕じゃないです。え、後ろを。あ、嘘、こいつが神羅万象。おっそ、弱そう。清水、お前わざわざ東京から出てきたのか。あ、戸張先生、久しぶり。知り合いですか。おう、出張講習で東京の中学に行った時の生徒だ。未だ関東にかなりの勢力を持つ風魔の流れを組むものだよ。風魔、君も忍び。私は忍術などというせこいものは使わない主義だ。正々堂々信じるのは己の腕とこの刀だけ。私は清水雷鳴侍だ。それで清水、ここにはなぜ。神羅万象が目を覚ましたって聞いたから、鉛の世を動かす鍵がどんな人間か確かめに来たんだ。秘術の所有者として信用に足るか否か、鉛の世を見定める清水家の一員として私のこの目で見極めさせてもらう。ああ、はいはい。リアクション薄っ。僕は相沢光一、よろしくね。あの子誰。見学者っていうか、気にしなくていいと思うよ。六条美晴、あの余裕の態度、やはりただものじゃない。人格を破壊するほどの英知をその身に宿しているくらいだ。相当の手だれのはず。やる気ね。フルパワーだよ。嘘つくな。六条、させるか。しゃあ、さすが六条。レちゃん、俺の両親が許さなかったんだ。なんて小賢しいやつ。I enjoyed baseball dogs very much. Leo jumped into the water and brought a baseball back to the boat. Leo looked really... ミハルはきっと無関心なふりをしてるんだ。狙われることで忍びとしての真の実力がわかる。こんなものは簡単に受け流せるはず。遅っ。信じられない。もっと自覚を持ったら。あんたの中にあるのはあんたの命もこの世の何もかもを巻き込む力なんだよ。これからどんな敵が襲ってくるかもわかんないのに、そんなことでいいの。ねえ、誰にも悪用させないように守ろうとは思わないの。何でもできる力。あ、雷鳴だって俺の力が欲しくてここに来たんだろ。ふざけるな。私は実力で誰よりも強くなるんだ。ねえ、あいつっていつもああなの。誰にでも。うん、美晴くんは無関心マスターだから。見張る？うわあ！このバカ！あれ、雷鳴、何か用？
自分の状況にも無関心とは、いい根性ね。ちょっとびっくり。あんたの100倍驚いたわ。まったくもう。ありがとう。そっか、六条美晴は無責任の無関心でも心がすさんだよ。雲平先生が秘術を封じる方法を調べてるから、俺はただ忍術を勉強していればいいって。ふん、それならよし、じゃあ一緒に行こう。どこへ？風魔の里。いいじゃん、風魔の里に行くくらい。俺はできれば晩天以外の忍びに頼りたくないんだ。清水家が所属する風魔人を信用できないの？落ち着け清水、そんなことは言ってないだろう。だったら美晴を風魔小太郎に会わせたっていいじゃん。もちろん風魔殿の協力なら歓迎する。でも今は六条を晩天から出したくないんだ。晩天にいれば最低限の安全は確保できる。最低限って言うけど、回廊衆が襲ってきたらどうするの？あのね、実はもう回廊衆に襲われたんですよ。なに？ほらやっぱり。第一、こんなとこで秘術を完全に剥がす方法なんて見つかるわけない。小太郎は博識だし、忍術について知らないことがない人なんだよ。ですよね。戸張先生のなけなしの努力より、小太郎に話を聞く方がよっぽど価値があると思うけどな。風魔の里に行けば美晴に名張の世のことを知ってもらえるし、小太郎にも紹介できるし、一石二鳥じゃん。連れてっていいの？ただし保護者同伴だ。え、六条遅い。何その格好。ばあちゃんが都会に行くんだからおしゃれして行きなさいって。美晴くん、恥ずかしい恥ずかしいよ。高一ってセンスあるね。美晴くんにはちょっと大きいけど、さっきよりはずっといいよ。気をつけていくんだぞ、風魔殿によろしくな。ああ、はい、わかりまし。何残ろうとしてるんですか？気が変わった。六条を頼んだぞ、あいつは。今さら何言ってるんですか？戸張先生、どうしちゃったの？話せ、俺は帰る、ダメなんだ。何がですか？乗り物がダメなんだ。はぁ？なぜって、危険だからだよ。鉄の塊に乗って、しかもありえない速さで移動するんだぞ。誰かにぶつかったらどうする？むしろぶつかられちゃったりなんかしたらどうなる？ああ、俺は自転車すら乗ったことがないさ。バカにするならするがいい。でも先生、保護者同伴だなんて言ってたじゃないですか。あれはその場の勢いというやつだ。じゃあ東京へはどうやって来たの？徒歩。重傷ね。うわっ、ほら先生、いい加減にしろ。嫌だ、絶対乗らないぞ。雲平先生、先生が乗ってくれなきゃ僕どこにも行けないよ。なんだ、本当に苦手だったんだね。悪魔だ。あらら、よいて、あれの始末頼むぜ。
あれは。やれやれ、素直に渡さないからこんなことになる。おう、神羅万象がいる。マジ？あの目が座ってるか。待って、雷鳴。原理的には万物に流れる気を利用した中国の気功術に近い。己の気を相手に打ち込み、内部から血肉を破壊する。打ち込む気とはすなわち生命力の欠片。自分の命。血が出るんだ、神羅万象では。よそ見してもらっちゃ困るな。まだ完全に術を打ち込んじゃいないだろう。クマイラ先生、逃げろ。行け。用があるのは俺だけなんだろう。先生を離せ。バカ、みんなには関係ないんだ。おやおや、ちょっとばかり留守にしている間に霞の術が破られるとは思ってもみませんでしたよ。にしても困ったものです。私の庭を随分と汚してくれたものですね。